この動画では iOn アプリへの和音カードのご登録方法と iOn アプリを使った和音ステーションのご利用方法をご説明いたします。 iOn アプリへの和音カードのご登録方法は26秒から、 iOn アプリを使った和音ステーションのご利用方法は2分41秒からご確認ください。まず iOn アプリ右下のマイページをタップし、マイページ画面へ。各種カード連携をタップするとポイント登録画面に切り替わります。別のやり方もしくはさらにカードを追加する場合は、iOn アプリ画面下中央の会員コードをタップし、この画面から登録するをタップします。どちらのやり方でもこちらのポイント登録画面へと切り替わりますので、登録したいカードの種類を選択し登録するをタップします。ご確認事項をよく読み、和音ポイント会員登録がお済みの方は次へを、まだの方はスマート和音ウェブサイトから登録を済ませてからお進みください。カード情報入力画面が表示されたら、カード裏面記載の16桁の和音番号や6桁のコードを入力します。入力したカード番号、6桁コード、生年月日が和音ポイント会員情報と一致しない場合はこのようなエラーが表示されますので、もう一度入力し直してください。特にカード追加をされるお客様の中には、過去に登録したカード情報、名字や電話番号が一致せずエラーになるケースがございますので、ご注意ください。エラーになった場合はこちらのお客様情報の更新画面にて、どちらの会員情報に合わせて更新されるか選択をお願いいたします。イオンカードを登録されている方はカード追加の際、クレジットカードにご登録されている情報に合わせることしかできませんので、ご注意ください。すべての項目を正しく入力すると、次へをタップできるようになりますので、次へをタップします。こちらの画面が表示されたら登録完了です。和音ポイント会員に未登録だった場合はこちらの画面が表示されますので、画面の内容に沿って会員登録をお願いいたします。iOn アプリを使った和音ステーションの主な使い方をご紹介します。まずカード情報を表示させ、ポイントやクレジットの残高確認をする方法をご説明します。 iOn ホーム画面から和音ステーションをタップします。お手元に和音カードをご用意し、スマートフォンの読み取り部に和音カードを当て、画面下部の読み取り開始をタップします。この時カードはタッチしたまま離さないようにしてください。カードが検知されると振動します。検知が正常に完了すると和音ステーションホーム画面に切り替わります。こちらの画面に切り替わったらスマートフォンとカードを離して大丈夫です。和音残高や和音ポイント残高、マイナポイント特典などの受け取り可能な和音を確認することができます。ポイントのチャージは2種類あります。はじめに全ポイントをチャージするやり方をご説明いたします。和音ステーションホーム画面の和音残高とポイント残高をご確認の上、全ポイントチャージするをタップします。現在のポイント残高、チャージ額、チャージ後の和音残高などの内容をご確認の上、チャージするをタップします。和音カードを端末の読み取り部にタッチしてください。カードが検知されると振動します。この時カードはタッチしたままで離さないでください。チャージ完了です。 OK をタップしてホームに戻ります。次にポイント数を指定してチャージします。和音ステーションホーム画面のポイント指定チャージをタップします。チャージ額の欄にチャージするポイント数を入力し、内容をご確認の上、チャージするをタップします。
チャージする際、カードはタッチしたままで離さないでください。チャージ完了です。 OK をタップしてホームに戻ります。和音ステーションホーム画面の和音残高をご確認の上、クレジットチャージをタップします。ご希望のチャージ金額を指定します。指定金額の入力、金額の選択、他の金額を指定するをタップしてください。内容をご確認の上、次へをタップします。セキュリティコード、誕生月日、電話番号を入力し、確定をタップします。和音カードを端末の読み取り部にタッチしてください。カードが検知されると振動します。この時カードはタッチしたままで離さないでください。チャージ完了です。 OK をタップしてホームに戻ります。和音ステーションホーム画面の右上にあるメニューをタップします。センターお預かりポイントのダウンロードをタップします。内容を確認し、ダウンロードするをタップします。和音カードを端末の読み取り部にタッチしてください。カードが検知されると振動します。この時カードはタッチしたままで離さないでください。ダウンロード完了です。 OK をタップしてメニューに戻ります。